鉄十字章を配用しネオナチの集会で講演するオットーリースオットーリースはドイツの軍人、極右活動家。第二次世界大戦中、陸軍の軍人として騎士鉄十字章を受章している。戦後は右派政治結社と関係を持ち、しばしばネオナチのイベントで講演を行った。1921年8月12日、オットーリースは チェコスロバキア共和国ボーヘミア地方カルロビバリ州マリーエンバートにて生を受ける。父は下手屋でリースも父の弟子として下手屋の修行を積んだ。1938年ナチスドイツによるチェコスロバキア解体が始まりボヘミア地方は米面命令保護領に組み込まれた。1940年10月国家労働法師団での訓練を終えたリースはドイツ陸軍に 総甲的団兵として入隊、ベルギーの守備任務を追う第17師団第55不評連隊に配属された。1941年6月、第55不評連隊は東部戦線に移動し、この折にリースは第14総甲的団兵中隊の法省順守に任命された。9月、戦闘中に闘将を追うも、功績を称えられ二級鉄十字章を受章する。 1942年1月5日には上等兵に昇進した。1943年、ゲオルクハウス大佐に引きられた第55不評連隊は、ロシア本土への攻撃に参加した。第14総行的弾兵中隊は、ソビエト連邦の装甲両団陣地を正面から攻撃し、およそ300メートルの距離で20分間の激しい戦闘となった。この折、 リースは 7.5cm パック40、追戦車砲を用いて11両の戦車を撃破し、その功績により一級鉄十字章を受章した。さらに1943年11月10日には、騎士十字章が授与され、国防軍軍法にその名を連ねた。1943年から1944年の間、リースは対戦車砲の小巡視として戦い続けた。 1944年1月12日の戦闘で重傷を負ったリースは捕虜となり1949年に釈放された。ネオナチのデモに参加したリース。隣は防ヒ、ライツ。帰国後、リースはタクシー運転手の職に就いた。1950年代、オット・ー・エルンストレーマーもトりク軍少将らが設立したドイツ社会主義帝国等の支持者となる。 1952年に SPR の活動が禁止された後も後継政党ドイツ国家民主党との関係を保ち続けた。ミハイル9年はリースを共同体新戦線の友人たる支持者と数えていた。1989年、彼は欧州の選挙で自由ドイツ労働者党に関係を持つ国家主義連合の候補として出馬した。リースは フランクフルト地方選挙のトップ候補となるが、1989年2月には内務省令のもとに国家主義連合は解散した。その後、ドイツ社会主義闘争同盟の創設に関与し、名誉会員となる。リースは、ドイツ国内のネオナチ組織で最も人気の高い演説者の一人となり、多くのデモやイベントに参加した。 リースは何度か、ハルベ森林墓地などで有力な極右陣営の論客であるクリスティアン・ボルヒやアクセル・ライツと共に英雄の追悼を行った。2003年11月22日のマリー・エンフェルスにおける武装親衛隊記念碑を求める集会や2004年10月16日のケロンにおけるデモなどにもリースの姿があった。彼は、この種のイベントに参加する際、しばしばに、 ハリ十字が入った戦時型の騎士鉄十字章を廃用していたが2004年4月、フランクフルトアムマイン地方裁判所はマーリエンフェルスにあるリースのアパートを捜索し、意見団体のシンボルとしてこれを押収したのである。この地方裁判所の行動は自由占有結社など右派団体からの激しい抗議にさらされ NPD 機関紙、ドイツの声にも抗議声明が掲載された。 2008年5月29日、心臓発作に倒れ、運び込まれたフランクフルトアムアイマインの病院で死去した。一部のハンネオナチ活動家は、彼が軍歴を詐称していたと主張している。バリーハング AM11 オクトバー1943シーヘファイトシェルツァーディーリッタークロイストレジャースケツァースミラテア バーラグ、ロニース2005、ISBN3 から938,845から00から7、S602、プロフィールオットリース、エインレーベンフュアダイルジア、ナキルーフでアップビズ。ありがとうございます。